皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2024年7月の4日木曜日でございます。気温は24度といったところでございましょうか。まあまあ24度ということで夏日には達していませんが、でもこの収録がかなりな早朝なんです。ですから今の段階で24度ということは日中は真夏日にはなりますかと。ですから皆様外出の時には気をつけてくださいね。もしくは室内でもエアコンを我慢しないでくださいね。いつもいつも僕はそう呼びかけさせていただきたいと思います。そして本日そう言っている場合じゃございません。なんとお便りたくさんいただいてますよ。もう本当にありがとうございます。そしてお便りを読ませていただく順番は、はい、来た順番でいただいている順番で読ませていただきますので、順番なんで後なの先なのということで喧嘩がないようにお願いいたします。くれぐれも喧嘩がないように。まあそんなことで喧嘩するそうした方々じゃございませんからね。それは思いました。ですからもう読ませていただきたいと思います。ではいきますよ。じゃん、ペンネーム瀬戸佳さんよりいただきました。瀬戸佳さん、お便りちょいとお久しぶりですから、そのちょいとがずいぶん長く感じますもの。ということでございまして、いただきましたお便りでございます。はい、どのような内容か、そうなんです、ご近況を語られていらっしゃいますか。そうしたところも気になりつつ読ませていただきたいと思います。じゃあいきますよ。じゃん、リス君こんにちは。はい、瀬戸佳さんこんにちは。どうか本日もよろしくお願いいたします。僕のつっかえないように丁寧にお読みする、そういう気持ちで読ませてまいりますので、どうか気持ちだけは汲み取っていただけますと幸いです。途中でつっかえてもとのことでして、引き続き読ませていただきます。じゃん、クールネックリング、はい、使ってますよ、使ってます、毎日使ってますから。リス君の瀬戸佳さんもきっと使っているとの声が聞こえてきたので、とりあえずそのことだけお伝えに来ました。あ、ついでに私の好きなアジア料理はタイのヤムウンセンとパッタイです。春雨サラダとタイ風焼きそばです。タイ料理の定番かと思います。おや、パッタイ2行目になっちゃいましたよ。でもリス君は甘酸っぱいものは苦手かもとのことでしたので、無理はなさらず、でも機会があったらお試しくださいね。では今日はこの辺で、またねーとのことをいただけました。ありがたいばかりですよ、本当に。そうですよね、そうなんです、そうなんです。まずはじゃあその冒頭振り返らせていただきます。まずはここです。そうなんです、クールネックリング、はい、使ってますよ、使ってます、毎日使ってますからというところをいただきましたとのことでして、僕と
瀬戸香さんは使ってますもんね。ですよね。瀬戸香さんでしたならばきっと使っていらっしゃる、そういうようには思いました。あとはそうですよ、リンさんの問題ですよ。どういうふうにお答えくださるのか気になりますもんね。ですよね。そういうところでございまして、瀬戸香さんはなんとなく使われる方、はい、ちゃんとあのなんて言うんですか、一度こうやろうと思ったことはもうちゃんとずっと続けていらっしゃる、そんなような印象があります。なんとなくですが、ですのでクールネックリング、はい、もう毎日のように使っていただけて、僕も同志がいるっていうことを感じられてとってもアゲアゲですから、はい、そう言わせていただきます。そしてリス君の瀬戸香さんもきっと使っているとの声が聞こえてきたので、とりあえずそのことだけお伝えに来ましたとのことでして、ありがとうございます、お教えくださいまして。僕は信じてました、はい、きっと使われていらっしゃるって。なんとなくですが、はい、なんとなくですが、でもあとはリンさんの熱しやすく冷めやすいリンさんがどうでいらっしゃいますか、そこが、はい、僕らにとって大きな問題だと思います。これでもしも、あ、忘れてたみたいになっちゃったら、もう瀬戸香さんも僕もとってもショックですよね。それ本当にもうそれは思います。ですからまた後で、はい、あのその真相がわかるかもわかりませんとのことでして、また後をお楽しみにくださいませ。そしてあ、ついでに私の好きなアジア料理はタイのヤムウンセンとパッタイです。来ました、またまた難しい言葉が。ヤムウンセン、これも全く聞いたことございません。はい、全く。ヤムウンセンですって。ヤムウンセン、ヤムウンセンっていうのが、それがあの春雨サラダとタイのタイ風焼きそばですということで、ヤムウンセンが春雨サラダ、パッタイがタイ風焼きそばでございますよね。確かパッタイのこと忘れちゃってました、僕。パッタイのこと、そうなんですよ、すっかり。はい、これでより一層深く僕は体に染みたと思います。はい、ガパオライス、ナシゴレン、ガビビ冷麺、ガバリ冷麺、ガビビ冷麺、あれ、なんか違う気がするな。あー、ガババ冷麺、ちょっとそこら辺も不安になってきましたが、はい、あとはさてということでございまして、はい、そしてこれですね、パッタイ、よし、これでなんとか頭に入ってきたような気がいたします。だんだん繰り返すことでより一層僕の体に染み込んでいくというようなところでございまして、ありがとうございます、またまた。そしておや、パッタイ2行目になっちゃいましたよ。でもリス君は甘酸っぱいものは苦手かもということでしたので、無理はなさらず、でも機会があったらお試しくださいねとのことをいただきましたとのことでして、いただいたその種類の数々、はい、もう僕は試させていただきたいと思います。まあでも
そのものの名前で売ってるんでしょうか、果たして。それですよね、現地に行かないと買えないっていうような感じな感じしません？スーパーでは売ってませんよね、なかなか。だって僕いつもいつも買ってもらうときにスタッフさんに見てもらうんですが、この言葉、これらの言葉、はい、パッタイとか、あとヤムウンセン、こんな言葉言われたことありませんもん。はい、言われたこと。そうなんですよ。ですから活字買ってこようかとか、あとはのり弁買ってこようかとか、豚の生姜焼き買ってこようかとかとか、そういうことがベーシックなものばっかりで、やっぱりこれら名前を聞いたことがございません。ですので僕はこれらを食べるのってやっぱりハードル高いんだろうなって思いますよ。きっとその専門店とかに行かないと食べられませんよね。じゃあ僕が本当にもう引きこもりすって言われなくなった時にしか食べることができないような気がいたします。その時にはいつか、じゃあいつか専門店に食べに行くということで頑張ってみたいなと思いましたよ。ですのでプラス何でしたっけ、ヤムウンセン、ヤムウンセンですね、ヤムウンセンということで、これタイ料理の定番かと思います。ここ読み飛ばしちゃいました。はい、タイ料理の定番でございますよ。ということですから、まあまあもうタイ料理店に行けばもうこれらは間違いなくあるんでございましょうね。ということでして、新たにヤムウンセン、これ覚えにくいな、ヤムウンセン、まあまあ、あれですね、ちょっと心が病むからちょっと箱根の温泉に行くっていう覚え方どうです？ヤム温泉、ヤム温泉、ヤム温泉、これは面白いとか面白くないとかそういうことじゃないんですよ。はい、別にジョークで言ったんじゃなくって本当に覚えるために言ったんです。そこをくれぐれもお間違いなくよろしくお願いいたします。そうなんですよ、決して本当にジョークで言ったんじゃございません。めちゃくちゃ真面目な話です。でもこれで覚えられましたよね、皆様も。ヤム温泉、ヤム温泉、はい、あ、ヤム温泉だ、ヤム温泉だってなりますよね。そうなんですよ。ですから今の覚え方結構あり中のありだと思いません？ですよね。僕なかなかいい言葉出しましたよ。これで覚えられたと思います。あとはパッタイ、はい、パッタイですね。パッタイはシンプルに覚えられそうなんですが、なんかふと抜けちゃいますね、パッタイ。それは思いました。はい、でももうこれで今回のことで、はい、2行になっちゃったっていうこともあり、より一層僕はパッタイを食べたいです。パッタイ絶対美味しい、はい、そうは思いました。ですのででもそうなんですね、アジアン料理って結構人気ってあるんですか？じゃあそこら辺気になりましたよ。そんなにいけるもんなんです？スーパーではあまり扱ってませんのに、なのにこれほど2行もいただけるっていうことは、やっぱり美味しいのかな、普通にっていう感じがいたしますね。ですので食べてみたいことがものすごく僕の中で膨らみました。ありがとうございます。そしてはい、では今日はこの辺でまたねーっていただきました。
はい、またお待ちしてますよ。またを絶対的にお願いいたします、とのとのことでございまして、はい、瀬戸香さんからいただきましたお便りでございました。とってもとっても、はい、僕のその素朴な疑問にお答えくださってありがとうございます。ただ僕は間違いないなって睨んでおりました。はい、ですからあとは、はい、そうですね、飯田しっぺさんのお言葉がどんなものか、そこでございますよね。じゃあじゃあお次のお便りさんに行きたいと思います。行っていいですかね。行きますよ。じゃーん。その前にもう一回お礼を言いたいと思います。瀬戸香さん、お便りありがとうございます。とってもとっても僕は嬉しいです。はい、そしてやっぱり瀬戸香さんのそのいろいろなところへのお気遣いある、そうしたお便り、そしてあのお優しさ、これに僕は感動が隠しきれません。もうもう本当にありがとうございます、とのことでございまして、ではでは本当にお次のコーナーじゃなくてお便りいきたいと思います。じゃん。ペンネーム、かなでりんさんよりいただきました。かなでりんさんことりんさん、お便りいつもありがとね。もうもう嬉しくて僕は飛び上がりますから、ひょい。まあちょっと飛び上がるリアクションっていうのがこのあの足場が悪いんですよ。はい、そうなんです。ここの僕のこの座っているところの足場が、はい、ですから飛び上がると段をガタって落ちるかもしれませんので、ですからちょっと飛び上がれないんです。はい、残念で、すみません。そんなことはさておき、じゃあじゃあお便り早速読ませていただきたいと思います。じゃじゃん。すみませんね、なんか間ができちゃいまして、今お便りどこかなみたいにちょっと今戸惑いました。はい、いきますよ。じゃじゃん。こんばんは、今日も配信お疲れ様です。あ、はい、あのリンさん、こんばんは、今日もお便りお疲れ様です。いつもいつもありがとうございます。そして今日はなぜかこんばんにちはではないっていうところに僕は引っかかりました。はい、そうなんですよ、初めてこんばんにちはじゃなくなったんじゃございませんか。今日はこんばんはでしたね。そこがなんだろう、何か気になるところがあったのかなっていうところで僕は引っかかっちゃいました。何か心境の変化ございました、そこら辺気になりましたよ、とのことでして、引き続き読ませていただきます。じゃじゃん。クールネックリング、保育園のお迎えの時使ってますよ。最近雨が降ってて涼しかったので、これからの活躍に期待いっぱいです。作者様、玉ねぎ苦手なのですね。きっと玉ねぎが入ってるハンバーグとかも苦手なのでしょうね。案外玉ねぎって入ってる料理ってたくさんありますよね。マホニャクにも入ってますしね。オニオンスープとかはダメなのでしょうか。インスタントで手軽に試せるし簡単そうです。リス君は苦手なものは何かありますか。私はキュウリとレタスが苦手です。サンドイッチに入ってるし、あ、サンドイッチに入ってるレタスとキュウリ、正直とっても嫌いです。あとマホニャクの照り焼きに入ってるレタスも、頼むときは
絶対にレタスカットしてもらってます。卵サンドに入ってたらちょっと嫌な顔をしてしまうかもしれません。リス君は苦手なものとかありますか？今日はこのくらいにしときますかね。リス君、暑いけど熱中症気をつけてくださいね。水分をしっかりとって暑さに備えましょう。ではでは、ということをいただけましたよ。ああ、もうもうどうでございました？まずは、はい、僕や瀬戸香さん、はい、が気になっていたこと、そこら辺からちょっと拝読してみましょうか。はい、ですよですよ。まず、はい、クールネックリング、保育園のお迎えの時使ってますよ。最近雨が降ってて涼しかったので、これからの活躍に期待いっぱいです、ということですよ。ちょっと怪しいですよね。ちょっとだけ怪しいですよね。なんとなくこのところ涼しかったので使ってなかったっていう意味合いが含まれてません？雨で雨が、最近雨が降ってて涼しかったので、これからの時期に、これからの活躍に期待いっぱいですっていうことですって。ですって。なんとなくやっぱり使ってなかったんじゃないかなっていう香りがちょっと漂いませんか？ですよね。これからの活躍っていうところも、ああちょっと使ってなかったけど、これからだよ、これからみたいな感じで、でもきっとこれからはエアコンをガンガンに使われますから、またまた使いどころが結構ない、そんなことございませんかね。まあまあ、でもそうなんです、そうなんです。ちゃんと、はい、保育園のお迎えの時使ってますよっていただきましたので、はい、使っている場合はあるっていうところは感じられました。使ってる場合はあるっていうことが、はい、でもそんなにちょっとまだ使ってないなっていうような、そういう香りがいたしましたよね。ね、瀬戸香さんも僕も使ってますもんね。いつもいつもエブリデイエブリデイですもんね、ということを言わせていただきまして、飯田しっぺさんが、はい、ちょっともしかしたら怪しいかなっていうところが残りながらも、ちゃんと使ってるご宣言いただきました。はい、教えてくださりありがとうございます、とのとのことでございまして、そしてまあまあクールネックリング問題はこれぐらいにしておきまして、そしてそしてですよ、はい、作者様、玉ねぎ苦手なのですね。きっと玉ねぎが入ってるハンバーグとかも苦手なのでしょうね、ということでございまして、そうですね、ハンバーグがちょっと食べづらいっていうことはあまり聞いたことがないかもしれません。ですから、もしかしたらハンバーグくらい細かく入っているのでしたならば大丈夫かもっていうところはあります。そうなんです、そうなんです、ハンバーグちょっと苦手っていうのは聞いたことありませんからね。でもざっくり大きく入っているとハンバーグもダメかもしれませんね。そういう可能性はあります。はい、確かに。そしてそして、はい、案外玉ねぎ入ってる料理ってたくさんありますよね。マホニャクにも入ってますしね。マホニャクっていうのは多分もうあれですよね、マホニャド、はい、関西方面ではマホニャドになりますよね。はい、それですよね。はい、フライドポテトがとっても美味しい、そんな感じはいたしました。
そしてオニオンスープとかはダメなのでしょうか。インスタントで手軽に試せるし簡単そうですとのことでして、多分もうオニオンスープってなってしまうと、何っていう風に、もうふざけないでよ、もうそんなあのオニオンついてるのを出さないでよぐらいにぶち切れられるかもしれません。ですからなんかそうなんですよね、試してほしいんですけれども、あれもうなんとかそうなんです、せめてピッツァの玉ねぎだけは食べてっていうぐらいに思いますよ。ですのでどうなんでしょうか、オニオンスープってあまりオニオンしてないのです。そうだとしましたならば、そういうのを試してもらうっていうのはありかもしれませんよね。でもオニオンってついているとやっぱりブチ切れられそうですよね。そこら辺が怖いなって思いました。なかなか難しいですよ、オニオン嫌いなものを食べてもらうって。あれってどうなんですかね、催眠術ってテレビで見ると本当に効いてるっぽく感じるじゃございませんか。ですからあれって本当に効いてるんですか。効いてるんですよね。じゃあそういう風なもので、まあそういうのようなもので食べられるようになっても、催眠術毎回かけてもらわないと食べられませんもんね。難しいところだな本当に。でも玉ねぎ好きになってほしいな。あ、好きにまではいかなくても本当にピッツァの玉ねぎだけは食べてほしい、そうは思いますよ。はい、非常に僕はあれは好きですからね。ただ牛丼とかの玉ねぎ、これはちょっと玉ねぎが大きすぎますよね。ですから大きすぎる玉ねぎは僕もちょっと苦手です。特にあれですよ、何でしたっけ、牛丼屋さんの超絶有名なところ様あるじゃないですか。はい、その超絶有名様なところのものはちょっと玉ねぎが目立つ、そういうところがございます。僕の中ではですよ、そういうところがございまして、はい、僕もちょっとその玉ねぎは苦手だなっていうのがありますね。でもアメアメにちゃんと、はい、煮込んであるやつでしたならば、比較的松ほにゃさんの牛丼でしたならば僕は食べやすいっていうところはあります。はい、松ほにゃさんのそういうところありますね。はい、そんな感じはいたしました。そしてそうなんです、リンさんも苦手なものっていうことでございますよ。リス君は苦手なものは何かありますかっていうことですが、私はキュウリとレタスが苦手です。サンドイッチに入ってるレタスとキュウリ、正直とっても嫌です。あとマホニャクの照り焼きに入ってるレタスも、頼むときは絶対にレタスカットしてもらってますとのことでございますよ。もう作者さんも実はキュウリ嫌いですよ。そう言わせていただきます。はい、そうなんです、サンドイッチに入っているものが特にダメっていうところでございます。そのサンドイッチを切った、キュウリを切った、包丁でサンドイッチを切ったりしてしまおうものならば、これキュウリ切ったでしょみたいにお母様にいろいろと、迫ったみたいなエピソードを聞いたことがございます。ですからサンドイッチに染み込むキュウリの味、これがたまらなく嫌なようです。
ですから、あれ、リンさんと同じだって思いましたね。キュウリそんなにダメですか。キュウリということはスイカ食べられませんのです。スイカはどうです。スイカ作者さんはスイカも嫌いです。やっぱりキュウリの味がするからということでございまして、スイカが出ることはないのでございますよ、夏場に。はい、有限会社ジンコジンコでは。ですから僕はスイカをしばらく食べていないっていうことがあります。はい、ですので僕はスイカ好きなんですけれどもね。ですから食べたいなって思いますよ。キュウリ嫌いな方はスイカも嫌いなのか、そこら辺が気になりましたね。とのとのことでして、そしてそして、そうです、マホニャクで、マホニャクの照り焼きのレタスもダメですか。それもダメなんですね。もうそれ、あのレタスがパリシャキで味わいがあって美味しいのにって思っちゃいました。はい、ベタベタの中にあのパリシャキがあるとより一層美味しく食べられるっていうことがありますのにって僕は感じちゃいますね。でも嫌いなリンさんからすると、とんでもないことを言わないでよみたいにぶち切れられますよね。それは思いましたよ。そうなんですね、レタスが苦手ですか。レタスがということは、レタスって本当に結構いっぱい使われてません？それ考えると、ハンバーガー類はもう壊滅的ですよね。それ思いますよ。そう思います。普通使いますもんですよね。ですから毎回レタス抜きにしていらっしゃるって、そういうことでございますか。もうそれは大変だな、僕それは大変だなって思っちゃいました。ピザの玉ねぎ抜きよりも深刻な問題だなって思いましたよ。はい、キュウリは意外と使ってない時は使ってないですよね。あんまり使われていなかったりしますよね。サンドイッチでもないものにはなかったりいたしますよね。でもそうなんですよね、レタスとサンドイッチってもうこれ定番の組み合わせじゃございませんか。ですので、はい、そこはもう大変だなって思いました。そんな大きな弱点があったんですね。それはとっても僕はそうなんです、玉ねぎを食べられるようにオニオンスープを飲んでみたらの前に、はい、レタスを克服してください、リンさんのレタス克服作戦発動。何かいいのありませんかね。レタスが美味しく食べられるもの。でも照り焼きのバーガーのレタスなんて一番食べやすいじゃございませんか。あれで食べなら他何があります。そういうところになりますよ。ということでございまして、この深刻な問題、レタスの美味しい食べ方をご存知の方いらっしゃいましたならば教えてください。レタスはこうして食べると美味しいよっていうことをよろしくお願いいたします。とのとのことでございまして、はい、リンさんのレタス嫌いでございました。キュウリにレタスで、そしてですよ、そして卵サンドに入ってたらちょっと嫌な顔をしてしまうかもしれませんとまでおっしゃってます。とまで、そこまでですよ。もうでもまあそうですよね。これも卵サンドに入ってるのも一般的だと思いますよ。はい、まあ最近はもう卵オンリーだったりしますけれども、でもやっぱりレタス挟むっていうのどうしたってありますよね。
そこ難しいなって思いました。ですからやっぱりなんとか克服できないものかなっていうのをちょっと、はい、悩んじゃったりいたします。ですからやっぱり皆様からのお便りお待ちしております。そしてそしてリス君は苦手なものとかありますかっていうことでございますよ。僕の苦手なもの、そうですね、まあまあ僕はまあ苦手と言ってポンと思い浮かぶのはまず虫関係は難しいです。コオロギとか、はい、コオロギとかイナゴとかそういうのは、あとはそうですね、あとはあとはちょっとすみませんね、喉がいがらっぽくなっちゃいまして、ちょっといいですか、すみません。ああ、もう本当に喉がイガイガするってもう大ハプニングですよ。すみませんね、本番中にそういうことになっちゃいまして。でもこれだけ話していたらそうもなりますよね。そうも、それは思いますよ。そしてそして僕の苦手なもの、苦手なもの、若干玉ねぎもありますが、あとはそうですね、基本的に何でも食べますかね、もしかしたら。そうなんですよ、比較的。ただ僕は僕はですよ、ご家庭の手料理、これが苦手です。はい、例えばそのなんていうんですか、家族で付き合いのあるそのお友達のお家でお料理をご馳走になるとか、あとは親戚の集まりでその親戚の方々が作ったお料理が出てくるとか、そういうのが僕は苦手です。すみませんね、ちょっと苦手なものが違いまして、はい、お料理うんぬんじゃないんですよ。なんとなくそうなんです、僕はそういう手作り料理、これがとっても苦手なのでございました。はい、苦手なので。でもそれはあれですよね、それはちょっと問題ですよね。僕もそれは問題だなって思ってまして、これは僕直したいなっていうふうには思ってます。でもなかなか直らないんです。だって昔から僕専用のスプーンとフォーク、お箸で育てられましたからね、僕専用のもので。そうなんです、ですから僕専用のものを、はい、間違って、はい、父さんが使っちゃったり、箸を使っちゃったりしたら、もうなんで使うの？もうその箸使えないっていうことになっちゃいます。はい、そうなんです、そうなんです。ですから僕は、なんていうか、とってもとっても、ややこしい、はい、面倒な僕で育ってしまいました。そうは言わせていただきます。あと食べ物で苦手っていうと、あとはこれも食べ物の種類じゃないんですけど、猫舌なので熱い熱いのが苦手、これもあります。はい、ですから何でも冷まします、とにかく。はい、とにかく冷たいもの、冷めたものが好きなのでございました。あとはもう料理、食材として嫌いなものって本当に思い浮かびませんよね。あれです、パクチーです。パクチーは苦手です。パクチーどうですか皆様は。パクチーは好きな方は好きですよね。あれのどこが美味しいのか僕には全く分かりません。もう僕はパクチーは大の苦手です。はい、ゲボってなります、本当に口に入れると。
これもう虫の味じゃんってなりますから。はい、あの例の虫の味だよみたいな、そんな感じになりますから。ですからもう口に入れるのはもう大の苦手ということで、1番がパクチー、これを挙げさせていただきました。はい、どうでございますか、何かご参考いただけました。パクチーの美味しい食べ方とかは大丈夫ですからね。パクチーはどうやったって美味しくなりません、あれは。はい、美味しいよっていう方はパクチーがそもそも好きな方なんです。ですから僕とはもうどうしても意見が合わないんです、それは言わせていただきます。とのことでして、あとは、はい、今日はこのくらいにしときますかね。リス君、暑いけど熱中症気をつけてくださいね。水分をしっかりとって暑さに備えましょう。ではまたっていうところをいただけましたよ。最後までお気遣いのお言葉、誠にありがとうございます。もう僕は嬉しいばかりでございますよ。そうなんです、リンさんも熱中症気をつけてくださいね。まあでも涼しいお部屋で過ごされているっていう情報はしっかりと入っておりますから、まあ大丈夫かなとは思いますけれどもね。でもはい、保育園の送り迎えとかは暑いですから、はい、クールネックリングしっかり使ってくださって、そしてちゃんと本当にそうです、瀬戸香さんや僕にその後悔をはいさせないようにしていただきたいと思います。はい、それはまあもう後悔はしてませんけれどもね。ですよね。はい、だってエブリデイ使ってますもんね。ということでございまして、はい、かなでりんさんからのお便りでございました。いかがでございましたか。はい、本日もいっぱいいっぱい情報を知ることができて嬉しいばかりでございます。はい、そして僕の疑問にもお答えくださってありがたいばかりでございます。改めまして、瀬戸香さん、かなでりんさん、お便りをありがとうございます、ということを言わせていただきまして、次のコーナーに行かせていただきたいと思います。じゃあ行きますね。僕の昨日の夕飯は、お豆腐クラッカーへのジャムぶちかけでございます。それというのもこちら、じゃじゃーん、はい、もうクラッカーの王様、これ、はい、丸くてパリッとしてて、はい、薄い塩味が美味しいクラッカーの王様でございます。これをお豆腐にのせまして、そこへとジャムを、はい、メープルのジャムをたっぷりかけたのでございました。そうして食べましたところ、第一印象ちょっと食べづらいっていうのありましたね。はい、クラッカーが食べづらいっていうのが、はい、そうなんです、スプーンで砕こうとしてもうまく砕けないっていうところがありまして、はい、しかも飛び散っちゃうみたいなところがありまして、ちょっと食べづらいなっていうのはありましたので、はい、それはありましたが、あとお豆腐と合わせたことによって、ちょっとクラッカーだけではやっぱり味わいが今一つでした。このジャムのおかげで美味しく食べることができましたが、はい、ですのでジャムはこれ必要だなっていうところを強く感じましたね。今回はジャムを使って大正解でございます。はい、このジャム美味しいですよ。甘すぎず、かといって薄すぎず、しっかりとした味わいで、そして
なんかそうなんですよね。メープルっていうところがなんかちょうどクラッカーに合う感じがしましたかね。はい、ぴったりな相性だったと思いますよ。ですからこのジャムのおかげで全て丸く収まってるということでございまして、美味しくは食べられましたが、全てはジャムのおかげなのでございました。このジャム、はい、パン屋さんが作ったジャムっていうことでございますから、パンによっぽど合うんでございましょうね。ちゃんとパンにつけてあげたいなって思いましたよ。でもクラッカーにやっても美味しい、お豆腐にやっても美味しいということを改めて言わせていただきたいと思います。とのとのことでございまして、美味しく食べることのできたお夕飯でございました。じゃあじゃあ行きましょうか。いよいよラスト、はい、お一言お便りに行きますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便り本当にありがとうね。明日はサンピアさんからお便りもらえるのかな、もらえるのかなっていつも期待しておりますから。はい、最近はちょっといただけなくなっちゃいましたので、なんとかしたいなって思います。でもまだまだいっぱいサンピアさんの一言ありますからね。はい、まだまだ言えていないお一言をこれから少しずつ消化していきたいと思います。じゃあじゃあ本日も拝見しちゃいます。じゃん、これはもう僕の種類じゃないかなって思います。僕の、はい、僕はこの種類じゃないかなっていう、そういうような感じのするお一言でございました。何がと言いますと、まず冒頭はですね、ホームです。ホームっていうと、これを日本語にするとあれですよね。でもハウスもそれですか。ハウスとホームってなんで同じようなことなのに違うんです。そこ以前も僕引っかかりましたけれども、それどなたも答えてくださらなかったので、やっぱり今回も引っかかります。ハウスとホーム、これの違いって何ということを僕に教えてください。よろしくお願いいたします。ということでございまして、そうなんです、ハウスホームと言ったら日本語であれになりますよね。もうそうでございます。そして語尾は僕でございます。はい、僕で、僕の動物的種類、僕は何の動物ということで、引きこもほにゃあわあのほにゃの部分ですね、これがはい当てはまります。となりますと、そのホームの僕っていうことでございますよ。ホーム僕、はい、ホーム僕でございます。ホーム僕っていうことで、あーなるほど、僕はその種類だねっていうような気持ちになりました。ですよね、僕はホームが大好きです。ですからホームから出たくありません。ですのでホーム僕っていうのは、僕のその動物的種類、これがそのジャンルがあったならば、そこに当てはまるんじゃないかなって僕は思いました。とのとのことでございまして、お分かりになられましたか。だといいなと思います。簡単ですよ本日のは、はい、とっても。ですからはい、ぜひとも当てちゃってくださいませ。では行きましょうか。サンピアさんの一言行かせていただきますね。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。
です。